こんばんばは、えー。2020年4月13日休校中の皆さんの勉強を応援する学学校数学です。本日は昨日一昨日に引き続いて正の数、負の数の第3をやりたいと思います3つの数以上の計算についてやりますで私は、えっ、ー、とー… 予備あの船橋市の市議会議員で予備高校師もやってきたことで、えーまあ、休校中の皆さんの数学の勉強をサポートしようということで、この講座をやっております。さて、えっと、まず、この講座はだいたい15分程度で発信をしまして、まあ、小学校、高学年から高,学高校生まで貫く共通事項を重視しようと、で円と三角形と書いてありますけど、えっと、ここ3日間は正の数、負の数をやっております。 で数学用語の英単語も復帰します。まあ、覚えようとはせずに、まあ、慣れてみてください。あと Google にクラスルームも開催しております。で今、私たちはコロナの危機の中でこの休校ということになっているわけですが、まあ、コロナを乗り越える数式というのを思いつきましたので、まあ、ぜひ、えーえー、見てみてください。コロナ、えー、苦労と苦闘で乗り切ればきっと幸せの数字7となるはずだということで。えー 一緒に頑張っていきましょうそして特に今、も奮闘されている医療福祉関係者、最前線で頑張っている医療福祉関係者に敬意を表しながら、この講座を開いております。それでは、えっと、まずその、そこうという考え方、タームというんですが、このタームというのは、えっと、例えば大学生でいうと、1学期、2学期のことをタームというふうに言いまして、まあ、そういう意味でも使われているんですが、数学ではこうという意味です。とというのは何かというと 式を下方だけで結合された、えー、式で表すあ,れあるいはそういうふうに直したときにプラスで結合されたそれぞれの部分のことを項うと言いい性、えー、の項と負の項があるということですさて、えっと、で実はこの性の数負の数ということをやると実はあの数字にもプラスとマイナスという符号があるということを昨日学びましたそして小学校からやってきたのは足すというまあ 足し算を意味するプラスという記号と引き算を意味するまあの、えー、引くという記号がありました。で、えー、両方とも中学になるとプラスという表現します。だからこれもまあ、中学以降はプラス3、プラスマイナス8、プラスプラス4、プラスマイナス5というふうに表現してしまうんですが、最初慣れないうちは、足すを意味する、過方を意味するプラスなのか、それとも数の符号を意味する、 プラスなののかを区別した方がいいので、本日はあえてここら辺では下方足し算を意味するときには足すと日本語で表現しまして、えー、符号のプラスマイナスにするときにはプラスと表現しますそれでいうとプラ,スえプラス3足すマイナス8足すプラス4足すマイナス5というのがこの式ですねでこの時の符号がついたこのプラス3の部分マイナス8の部分というのを 項と言いましてこれ正の項負の項と言いますさてじゃあ次原方が混じった式はの場合にはこの項の定義が下方だけで結合されたという足すだけで結合されたということが定義ですので引くは実はこの項,項の定義に合わないんですねその時にはあえてえっとここを直します例えばプラス3引くプラス8引くマイナス4足す マイナス5の場合にはこの引くというのはまずいのでこの項の定義にならないのであえてこれを足すマイナス8に直しますこれはマイナスプラスとプラスマイナスが一緒だってことは昨日やりましたねでマイナスマイナスの場合には足す足すに直してしまうあた足すプラスに直してしまいますそういうことでえっとプラスこの上の式は、えー、項の定義に沿ったプラスの式に直あ足すの式に直してみるとプラス3 足す、マイナス8、足す、プラス4、足す、マイナス5という,うになるんですね。でこの転換は昨日ややりましたけど、まあ、あのもう一回整理しておくと、反対する人に賛成ということと、賛成する人に反対ということは、まあ、結局、反対ということで一緒ですので、マイナスプラスとプラスマイナスも一緒と、で最後、略してこういうふうに略しちゃうこともあります。で反対する人に反対だと賛成ですねで、マイナスのマイナスはプラスになります。 でそうすると、えっとまあ、こういうふうに表すのが公の正式な定義の仕方なんですが、ただ、これ非常に面倒くさいですね、プラスが2つ重なったりして面倒くさいので、結局、慣れてくると、最初、この定義を考えるときにはこうやって考えるのが厳密なんですが、こういういちいち、えー、すべての符号にプラスを書いているのは面倒くさいので、プラスは、あの下方のプラスと冒頭のプラスは省略できるというふうになっています。そうすると、これは、 この最初のプラスは省略して3、でこのプラスは省略して3-8、3-8、プラス4-5というふうに、えーまあ、表現できるんですね。でそうすると、こうはここのところになります。で、項はここの、あのー、こ,ここの合間にあの、本当は隠れたプラスという記号が入っているという風に考えていただくと、これがこうになります。で 項の切り方は、この数字のうちすぐ後ろで切れば、えー、それぞれが分化されたものが項になるんですね。はい、それでは次に、えっと、3つ以上の数の,その和の計算法則ということですけど、交換法則、コミタティブローというんですが、交換してもいいと、まあ、これは中小学校で習ってきました、2たす3と3たす2は一緒ということですね。 それから結合法則というのは、その足し算の順序を変えてもいいと。A たす B プラス C イコール A たす,たす、まあ、A プラス B プラス C、A プラス C プラス B と。まあ、あの、先ほどまでのプラスマイナスのこだわりは、あの最初の説明ですので、まあ、これからは全部プラスで表現していきます。で、こういうふうに表現していい、まあ、こういう2足す3、あ、2プラス3、プラス7ってのは、えっと2、 プラス3で最初に5を計算してから7を足してもいいし、それからを3と7を後半2つを足して10としてから2を足してもいいし、まあえっと、最初と最後を足してから真ん中の3を足してもいいという話ですね。さて、それでは政府の混じった式の計算の場合にはどうするかというと、まあ、正の項同士と負の項同士をまとめて計算するんですね。前半に正の項をまとめて、後半に負の項をまとめて、 そうすると正の行動者は足し合わせて15になりますそして後半はマイナス3マイナス3というのを、まあ、そのままマイナス9としてもいいしこれはまあ負の行動者の足し算は絶対値を足すことと考えればこう括弧して考えてもいいですがマイナス9になりますで1 5く9で6になりますで、えっと、こういうふうに最初にあったように括弧プラスマイナスを厳密に書いてある式の場合にはさっきの約束から こういうふうに、えー、プラスマイナス三分結局マイ,ナスなんだとマイナスマイナスはプラスなんだと訳してマイナスプラスもマイナスなんだと訳して、えー、整理するとこういうふうに計算がしやすいですのでそう整理してみてくださいそれでは次3つの以上の数の情報掛け算情報というのは掛け算ですねでこれも交換法則 2×3 と 3×2 はイコールということがありますしこれ結合法則 3×2 を最初に6と計算してから5をかけてもいいし えーえー、と後半の 2×5、まあ、これちょうど10になりますから、計算しやすいですね、10にしてから30と出してもいいし、まあ、前半と、1番目と3番目をか,かけてから2番目をかけてもいいんですね。それで、えー、と本日は正の負,負の数ということですので、正、負の数の情報の場合に、符号がどうなるかということですけど、負の数が奇数語だったら負の数になります。えー、と負の数が、えー、偶数語だったら結果は正の数になります。 1マイナス2だったらマイナス2が残ります。1× マイナス 2× マイナス3だったらマイナスとマイナスが消えてプラスになりますね。1× マイナス 2× マイナス 3× マイナス4だったらマイナスとマイナスがこれプラスなんですけど1つマイナスが残りますのでマイナス24になりますで。これ4つだったらプラスですね。具の奇数の子に時には負の数。 偶数のとき正の数で。0が含まれてれば当然0になりますので、これ注意をしてください。それでは次、累乗ということです。累乗というのは、同じ数を何回か,かけ合わせたもののことを類乗と言います。有名なのは2乗ですね。3を2回かけると。でこれはちょうど正方形の縦が3で、横が3の面積と一緒ですので、平方のことをスクエアで。正方形のこともスクエアと同じ単語を使うんですが、この面積のことを示します。 示すすことになります次 3×3×33 の3乗というのは実は立方体の体積に等しいんですね。ということで立方体のことは英語でキューブと言いますけど3乗のことも同じキューブを使うんですね。これ、えっと、いわゆる図形の記号と計算の方式の記号が、まああのまあ、英語が同じということで3乗は立方を示し2乗は平方を示すということですね。 それで、じゃあえっと、2、3、4, 4、5、6というの何回もかけていった場合には、この何回かけた、例えば10回だったらその10という数字をこの右肩に乗せるんですね。これ、かける回数を右肩に載せます。これ、指数と言ってます。エクスポーネント、インデックスナンバーというんですけど、3の n 乗、3の10だったら10乗ということですね。で、n 乗と表現します。その次に、この部分の計算で注意していただきたいのが、 カッコマイナス何々の n 乗とマイナスの何々の n 乗は意味が違うということです具体的に言いますとマイナス2のカッコマイナス2の4乗はマイナス2を4回かけることですのでこれプラス16になりますからマイナス2の4乗は2の4乗の最後のまあ最初にこのマイナスはそのまま残る形になりますのでマイナス16になりますのでこれ結果も違いますから注意をしてくださいこれとこれ意味が違うということですね でこれは先ほどと繰り返しと一緒であの、マイナスが、n が奇数だったら符号は負になりまして、n が偶数だったら、えー、例えば4乗とか6乗だったら、えー、符号は正になります。で、これはじゃあ必ずこの2つの式は違うかというと、3乗の場合にはたまたまこれマイナス8、こっちもマイナス8になりますので、結果的に同じようになることもあります。それで、まあ、時々意地悪の問題で、マイナス2の3乗の 上にまたマイナスがあるとここがマイナス8になってさらにそれにマイナスつきますので結局プラス8になりますので、まあ、気をつけてくださいそれでは次に、えー、3つ以上の計算の時の四則計算ですが四則、えっと、というのは、まあ、小学校的に言うと足す引くかける割るですで中学校的に言うと下方減法,法上法助法というふうになりますでこれを、あのーまあ 数学の計算の基本的なルールということですが英語で言っても本当に Fundamental Rules of Arithmetics ということで数学の基本的な法則というふうに呼っでおりますさて指則計算の方法は類乗の計算何々乗の計算を先にしましてそれから情報情報かける割るを先にしまして括弧の場合には括弧の中を先にするで重要なのは、えー 行動詞の加法を原法は最後で、えっと、これ、ただこ、これ、パッと,あと、あとで詳しく言いますけど、パッと見ると、こ,こういう掛け算、割り算とか、類乗記を先にして、最後にこの足し算をするんですね。で、これは、ちょっと、例えで言うと、まあ、この1、2、3はね、状況によって前後させてもいいんですけど、4、5、最後にするのは絶対なんですね。これは項の中 えというのはた足し算で結ばれたその左右というのは、えー、と絶対後にするんです、で校内での計算この、このところでの計算を先にします、そして最後に行動して、えーまあ、足し算をします、これはちょっとスポーツで例えると、国際試合の時にまずは国内の選手選抜の試合を先にしておいて、そこで選抜した選手同士が国際試合で最後に戦うみたいな形ですね。 まあこの課法というのは最後にきます。それではちょっと具体的に言いましょう。これ、今年の今、高校1年生になった人たちが受けた今年の千葉県の公立高校入試の問題ですがこういう式です。マイナス5の2乗プラス18割る2分の3で、まず、累乗を先に計算します。そうすると先ほどの規則からマイナス25ですね。でえっと 割り算は分数の割り算は逆数の掛け算ですので18かける3分の2にして18かける3分の2だと12になりますそうするとマイナス25と12というまあこれがあの行動詞の計算の最後のシンプルな式が出てきたここで最後に行動詞を計算してマイナス13と出るんですね行動詞が最後になるじゃこれもですでマイナス5プラス15マイナス9割る3は15マイナス9は 6ですね、括弧の中は先に計算します。6る3で2ですね。でそして、最後にマイナス5とマイナス2を計算して、マイナス3というふうに答えが出ます。それでは、次に、本日の最後のテーマ、情報の分配法則ということをやります。これは a、b c、a かけるコ b プラス c イコール a かける b プラス a かける c ということになりますね。でこれはまあ図形で表すとわかりやすくて、 縦が3のマスのものと横が2プラス5の7のマスのものがあったとでこれ、まあ、暗算でも21という面積が出てくると思うんですがそれを 3×2 縦3で横2と縦3で横5を、えーとまあ、縦の値は同じにしといて横を2つに分化して計算してもいいということですねでこれこういうふうにも計算できますし これあの図的に分かりやすいように、まあ、簡単な数字暗算でパッと目に入る数字でやったんですけどこれだとあんまりありがたみ感じませんよね。3×7 が 3×2 と 3×5 の足し算当たり前じゃんということであんまりありがたみ感じませんのでちょっと私たちが実は日常生活でこの分配法則というのを実際よく使ってるんですね。それをちょっと考えてみましょう。 えっと、あるこのイベントに行って、1010 10円だった参加費が。で、なぜ1010 10円だったかというと、1000円が参加費で、10円はまあコインロッカーにその荷物を入れるためのコインロッカー代を徴収したとしましょう、1010、まあ、10円ですね。さて10、1010円というのをまとめて考えて、1010 10円を11でかけるとどうなりますか、1010 10。 まあ小学校で千円札かける十一の筆算したと思うんですけど、結構間違いやすいな筆算で、一応、1 11, 万1千110円と出てきます。でも皆さん、あの普通、こう計算しませんね、11人から千円札と十円玉を1個ずつ受け取ったら、千円札11人だから、1万一千円だなと、十円玉11個だから、110円だなと、1万一千円と110円で、 1>, まあ1万1110円ですねというふうに計算しますよね、漢字の人は。実は、それは実は分配法則を利用してるんですね。本当は1人ずつか1100円集めたんだけど、1000円の束と11人、10円玉11人というふうに分化して、実は計算して、パッとこの筆算なんかせずとも暗算でできてしまうということですね。だから私たちは見ず知らずのうちに、特にお金の計算では分配法則を使ってます。さてじゃあ 分配法則の具体的な例で、20×2 分の1たす5分の 1, 1、これを分配法則を使わずにやると、まあ、一応、2と5を約、通分して、10分の5と10分の2で20、20×10 分の7で14になりますね。それから、まあ、これ逆方向の便利だということで、18×3 たす 18×17 の足し算は、まあ、18×3 は暗算で54とできるかもしれませんけど、18×17 って結構大変ですので、 まあやっぱり筆算でやるしかないですね。306。そうすると54と306で360となります。これってそれぞれこの通分の計算やこの筆算って計算大変ですね。それでは、えー、本日最後の問題ですけど、これを分配法則を使って計算してみましょう。どうでしょうか。こうする分配法則とこうする分配法則があります。はい。じゃあやりますと、 20×2 分の 1+5 分の1というのは、括、え、弧、ー、2分の 1+5 分の1は、こ,れこ,んこの中を通分するとややこしいので、20×2 分の1、そうすると10ですね、20×5 分の1、4です、そうすると暗算で14と出てきます、使わない計算で通分するよりもずっと楽ですね、それでは逆に結合,するのが結合するのが有利なものはこうですね。 18×3 たす 18×17 18は 18×3 たす17ですると3たす17ちょうど20というぴったりした数字になるそうすると 18×20 は暗算でも360と出ます使わない計算よりずっと楽ですということでこの情報の分配方式は実は中2以降でも因数分解とか展開とかそこら辺で、えーまあ、中1で最初に学ぶんですが中2中3と 非常によく使う、あるいは数学全般でずっと使い続ける基本的な法則で、なおかつ便利ですので、ぜひこの分配法則に慣れてみてください。それではごご聴ありがとうございました